で大丈夫？はい、よいしょ、あーここだ、この辺に行くでしょ。でここが硬くなりすぎると座骨神経痛とかになっちゃったりするんですよ。今ね、お尻拭くの拭きにくいんです。あー、そうなんですか。うん、手がこう、はい、合わせて、はい、肩もなんか硬いのか、はい、ヒュ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 。この辺りもね、めちゃめちゃ硬くなってますから。すごい痛い。腰痛かったはずですよ。うん、あ、楽になってきたよね。だいぶ時間かかったよ。では、はい、こっち側上で横向いて寝ましょうか。はい、そんな感じ。お尻の筋肉ってね、あ、ここでいい。お尻の筋肉、ここからここまでくっついてるので、もうちょっとここしっかり緩めますね。ここ。あ、でもだいぶ痛くないね。今大丈夫です。あ、ここも大丈夫だ。はい。あ、ちょっと痛いぐらい。疲れが取れないってさっき言われてたじゃないですか。ここをしっかり緩めてあげないとね、取れないんですよ。そういうことなんです。はい、では反対側向きましょう。反対、反対。
痛の原因ですわ。まあでもちょっと痛いのだいぶちょっと減ってきたでしょ。もうちょっとね。でも痛い。右と左で違う。全然違いますよね。マシになってきたね。よく耐えましたよ。では上向きになって寝ましょうか。はい、仰向け、枕に乗せるところで。ではね、もうちょっとだけね、足入れますね。ありがとうございます。こう。だいぶ楽になってるね。はい。先生、触らないんだろうですね。触られた。触られてもいた。ちょっと脇に触りますね。はい。痛い。
い、ではうつ伏せになりましょう。幅があるでしょ。はい。そうやって転んとなるとき腰痛くないですか？痛くないです、今。ということは、まあ、背中が硬かったよっていうことなんですね。ちょっと背中触ると、ほら、もう柔らかくのわかりますか、ね、はい、腰も響きませんね、はい、ちょっとね、背中しっかり緩めていきますね、時間内ね。はい、ありがとうございます。